ムスタファーズレットイコールアリ・バトデイエフは、ロシアの経済学者、政治家。2003年から2008年まで、カラチャイ・チェルケス共和国大統領を務めた。カザフ共和国出身のカラチャイ人、イスラム教スンニ派。バトデイエフの一家は、1944年スターリンによって、カザフ追放を受けている。その後、 1956年一家と共に帰郷を果たす。全寮制学校を卒業後、1970年から1972年まで兵役に就く。1978年モスクワ大学経済学部を卒業する。1981年博士号を取得。1981年教理のコルホーズ、ロージナでエコノミストとして勤務する。 1986年州統一経済部長。1992年からチャイ・チェルケス共和国政府の経済省に勤務する。1997年からチャイ・チェルケス共和国国立銀行総裁に任命され、ロシア連邦一との評価を得た。2003年8月31日に行われたカラチャイ・チェルケス大統領選挙で現職のウラジーミルセミョーノフを破り、当選した。 2008年9月4日、人気満了のため退任した。私生活では、夫人との間に一男かずがいる。ありがとうございます。